前回のカズクラ、カズさんのところで魚不足が激しくなっている。このままではいけない。もっと自動的、あの方法があるじゃないか。そんなわけでできたのは無限魚増殖器。ガーディアンが落ちて焼けると魚が出来上がる。よし、本日は魚を食べて早速あれをやってみよう。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。本日も一句いきますか。今日もこの太陽が君の顔を照らす。どうも、カズクラです。イケボだな。イケボイス持ってんな俺。いや、もうこれ生まれつきだからな、このイケボイス。いやいや、惚れなくていい、惚れなくていい。みんな、俺これからもうみんなを魅了し続けるよ。さて、なら早速前回の場所に行ってみよう。でも久々にいいもんできたな、あれ。あ、来た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 、こちらでござまとう。ことことまとう。こと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 まとう。おお、焼けてく焼けてく。あれが焼けるんだろ。で、中に入れば、中に入ればいいのさ。うわ、メッサ入ってく、メッサ入ってく。あれやばいな、あれ。ちょ、待てよ待てよ、やばいやばいやばいよ、俺。らいことになっちってる、俺。これやばいだろう。もうお魚がね、もういっぱいあって困ってる。ただ、数残し報告来てますね。まず一つ、ホッパー付きトロッコ回収した際に一瞬にレールぶっ壊してましたけど、もちろん直してますよね。しっけな。当たり目。いや、たぶん、うん。いや、やってるよ、やってるよ、やってるよ。行くよ。まだ見せないからね。こっちの方で、お？ほらー。いや、これね、収録の関係なんですよね。まあ、仕方ないっすよ。肝心な場所カットしちゃってるからね。いやー、それお答えっすね。まあ、もう、これ直しちゃってん、ほんとごめん。みんなが数残し報告ってさせてしまって、ほんとごめん。ていうか、なんだろう、これ。なんでレッドストーン残してんだ、これ。いや、これ、いただいてくって、こういうの。いや、結構ね、そっか、ここ深い階層だから、いろいろあるんだな。下手すると、ちょろっと掘るだけでさ、え、待って、深さ的には？あ、もうディアモンドとか出る階層や、これ。出たりせんのこれ。これちょっと掘るだけで。ないな。ないな、ないな。あ、びっくりした。やーべ、やり残しかと思ったわ。あ、スライムね。うん。あ、びっくりした。スライムブロックかと思ったわ。一旦戻る、一旦。今日そういう回じゃないからね。もう今回はもうかなりちょっと気になる企画でございますよ。あれだよね、あれ。あいつを現世まで連れてこようと思ってんだ。できるかな、それがね。なかなか難しいかもしんないけどさ。えい。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あったあった。これ。はい、鋭い。はい、鋭い。いや、ほんとすごい、みんな縮小技術。ほんとすごいって。待ってろ。でもこれ難しいんだよな、ちょっとまあ。あ、いけるか？ここから。あ、いけた。楽勝やんな。な、今回のあれも楽勝かな。いやー、またね、うん、魔が差すって。いや、でも検証ついでに、動物園にも連れてこれるかもしんないっていうね、一石二鳥企画でございます、本日は。というわけで、早速、ちょっと、秘密基地まで戻ろうか。うわ、賑やか。めっちゃ賑やか。あー、かわいい。あ、この猫かわいい。めっちゃかわいい、この猫。いや、T シャツになるだけあるわ。あのかわいさね。じゃあ、早速、ネジャーの世界に行ってみましょうか。あ、ちょっと待って。ごくごく飲めるあのアイテム。ちょっと待ってな。視聴者さんがね、やっぱ見やすくしないといけんから。ちょっと待って。やべ。あ、三眼車あればいけるかな。ちょ、待てろ。危険だから。よーし、行くとすか。来てしまった。いや、待て。え、なにあれ、気持ち悪い。なに、このビタビタ。え、なに、これ気持ち悪い、気持ち悪い。なに、これ。待て、重たくなって、重たくなってないか、これ。待て。はい。待て、お前の動きが止まって見える。えい、えい、あ、待て、あ、で、ちょ、待て、あ、結構すごい。あぶなー。あらー、いっぱい飛び出してた。あれ、困ったな。あ、どうしたもんかね。しかも、いっぱいなーっていうか、早速見つけたな、これ。これ、動物園に連れて帰りたいなー。ちょ、待てろ。まず、え、で、こいつ結構強い。よし、名前はつけた。まあ、第一ミッションクリアだけど、重たくて食べれねえよ。ちょっと待って。くぅ、いろいろ足りねえ。どうすればいいんだろう。くそ、あ、ちょうどラッキーだったのに。あいつなかなか出てこなくてラッキーだったのに。ちょっと他の奴らが。ちょっと待ってろ。危ねえ。あいつまで君臨しやがる。待て。一旦逃げよう、これ。一旦装備を整えよう。ふわ？あ、ぶ、魚いっぱいゲットできたけど。違う。一旦猫ほどでね、一旦。あ、ぱい。あー、よく寝たー。あー、
気持ちよかったな。ちょ待って、殺生してくるわ殺生。あとは修復だな。これと弓矢も持っていく。よし、込んでいいだろう。待て、成仏成仏成仏、オッケー。さあ、というなら他もね、いろいろ成仏していこう。はい、成仏オッケー。ほんなら早速直していきたいと思います。いや、こういうとこなんだよね、本当に数残しって。あ、いやいやいや、よしよし、ナイスナイス。はい、オッケー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 。あいつだろさっきの。あ、待て待て、危ない。ティッニュータイプか。クソ、ナイスナイス。あとあいつをなんとかして連れてくるだけだ。久々の動物園の仲間だぞあれは。えい、スシシシ、ナイスナイス。あいつ結構強いから、ナイス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 。妻を来れたら、そう、来れるか。そしたらお前を動物園の仲間として招き入れたいと思ってる。待って、こういうのも数残し。オッケー、数残しクリエイル。来れるか、そのまんま。まあ、名前今日も、よいしょよいしょ、今日も来いな。いや、もうそのまんまじゃねえ。ひねり一個もないな。なに、今日の動画に対してのコメントか、お前。今日の動画どうだった？ああ、ありがとう、ありがとう。ありがとう、お前。まあ、そのまま、待て、お前、現世に来れるのかの検証だ。お、まずはクリア、まずはクリア。いたいたいた、ナイス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 。あと、検証だからな。お前、どうなるんだろう。まずお前、こっち来れるか？こっち来れるか？ナイスナイスナイス。来れるか？そのまま。いいね。お前、いいよ、動き。お前、動きいいよ。そのまま来るがいい、そのまま。あれだったら、この下空いてるからな、今。このさ、あの、メインの場所？ここ空いてるから、この後ね、お前、こん中入っていいから。待ってろ、待ってろ。お前、マグマっていうぐらいだから、行くんだろうな。いや、でもすまない。これ、検証だから。これ、検証だから、ごめん。本当にごめん。お前のことは、じゃあ何個かとは。お前のことは無駄にしない。ごめん、バイバイ。今日も来い。あ、ちょっと待て待て。こっち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 。そうそうそう。ごめんな。ごめんお前。さよなら。あ、え、ダメージ食らってるこれ。え、どうなんのこれ。あれ？おい、ちょっと待て、お前、もうちょっと反応あってもいいんじゃねえのか、これ。おい、ちょっと、お前。え？お前、マグマ、普通に水の上で生きていけるってやつ、お前。ちょ、お前。ちょ、待って、スクショ撮ってやるから、お前。あ、いや、今、あ、くそ。きゃ、いいね。はい、ちょっと待って、もう、これ、動物園入れなくても良さそうだな。なんか、すっげえ気持ち良さそうだからさ、なかなかね、お前、入れるやついねえからな、お前の種類で。はい、とまあね、本日はね、こんな感じで終わりたいなと思います。いや、実にコンパクトな回でございました。ただね、昨日はね、カズセト、イベントにご来場いただきありがとうございます。いや、めっちゃ人いたわ。びっくりした、あれ。あんなにね、賑わうことあるんだな、あの一角が。いや、ほんと嬉しい限りでございますよ、皆さん。ちょっと待ってな。あんまりにも、ちょっと。こっち寄りすぎて、こっちヘイト引きつけとくから。いや、ほんとね、もう遠くからもう愛知とか大阪とかね。で、静岡もいたなぁ。いや、ほんとにありがとうございます。いや、もうしばらくはね、リアルイベント、確かないはず。うん。もう夏も終わるからね。まあ、リアルイベントないんですけど、またね、何かございましたら、こちら、もしくは Twitter の方でね、ご連絡したいと思うので、また遊びに来てみてください。ほんで、またね、このカズクラの村の仲間ね、今日も恋なも、またこれからよろしくお願いいたします。それでは、本日はこの動画でね、またお会いしましょう。バイバイ、バイバイキーン。